これはある勇敢な戦士の物語。この物語を完成するのは君だ。バーイハルスン。よーいスタート。 TDK 全国ファミコンキャラバンとしてスタートしたハドソン夏のキャラバン。この年に高橋名人が誕生したんだ。懐かしいだろう、このジョイスティック。もちろん連射機能なんてなかったのだよ。キャラバン下界、表16面裏16面に広がる壮大なスペースウォーズ、超過激シューティングゲームスターソルジャー。この夏全国を駆け抜けたシューティングフィーバー。連射テクニックを磨いて次は君がチャンピオンだ。揃って好評発売中。 by ハルソン。16この年は高橋毛利両名人が北と南を担当。名人対決の映画もできたんだ。定規や下敷きを利用した2016連射。君にも覚えがあるだろう。ファミコン戦士の期待に応えて2分5分モードを装備。巨大アトランコマンダーに隠されているものは果たして何か。ヘクター87、ただいま好評発売中。 by ハルソン。このスピード、このリアリティ、まずはマカハタ、よく取ったソラディンキャッチだ。やった、おお大きい。レッドバック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 、ジャンプ、よく取りました。お次はコケフさん、どこ投げてんの。ホームランもでかいでかい。まさに野球ゲームの夜明け、パワーリーグ。実況はミノモンタでした。エンジョイハルスン。この年はシューティングをやめ団体野球ゲームで盛り上がったんだ。このパワーリーグシリーズ、毎年改良されて今でもハドソンの主力商品なんだよ。Gunhead will be released on July 7th. By Hudson. コロコロ、ハドソンハイテク王国と呼んだんだ。
ューティングでなくっちゃとの希望で、またまた個人戦。 PC エンジンで徒歩映画ガンヘッドを大いに楽しんだのだよ。第6回、1990年スーパースターソルジャー。スーパースターソルジャー、無限に広がる大宇宙の舞台に空前絶後のシューティングバトルが始まる。全国キャラバン認定ソフト、スーパースターソルジャー。君は地球を救えるか。 By Hadison。 ワールドカップ90と題し、この年は香港、台湾でも開催したんだ。同じゲームで世界中の子供たちが同時に腕を競うなんて、ハドソンはすごいことを実行してしまったんだね。この年、横浜会場での決勝戦は選手たちの6連としてデジメーションになったんだよ。第7回、1991年ファイナルソルジャー。91年夏、ファイナルシップ発進。今年もキャラバン、ファイナルソルジャー。前年同様にワールドカップ91として香港、台湾でも同時開催。みんなレベルが上がり、プログラマーまでがびっくりする得点を稼ぎ出してしまったのだ。キャラバン嵐の連中が全国の会場に出没し、問題になってルールを改定した年だったね。そしてハドソン初代アイドル井上真美ちゃんが誕生した年でもあったね。92年、ソルジャーブレイド。熱はやばい。ソルジャーブレイド。92年の夏を飾るシューティングバトルのニューウェイブ、いよいよ登場。超ハイパーウェポンとパワーアップシステムの迫力を君の手で確かめてくれ。今戦いの火蓋は切って落とされ。第8回全国キャラバン認定ソフト、ソルジャーブレイド。 by ハドソン。ハドソン創立20周年記念のキャラバンだ。8年も続けていると、昔キャラバンに参加していた子供たちが今度はハドソンのスタッフとして活躍するようになったんだよ。君たちも大人になったらハドソンに入社してね。キャラバンのスタッフとして。第9回、1993年、ハイテンボンバーマン。NHK のハイビジョンアワード審査員特別賞を受賞した世界初のハイビジョンゲーム大会だったんだよ。人気のボンバーマンを5人ずつ2組で対戦。友達同士の友情とチームワークが最大の勝因になるんだ。みんな息が合ってるね。東京会場には歌舞伎とおくみちゃんが応援に来てくれたんだよ。歌舞伎は今年のハイテンキャラボンの登場キャラクターの一人なんだ。ハドソン夏のキャラバン、永遠に続けるからよろしくね。Thank you.
ここハドソン中央研究所では内緒のソフトを研究してるらしいの。やっとボンバーマンたちを追い払ったのでちょっと覗いてみましょう。しかしてわしらの秘密見られたかの。まあ心配すんなって、俺様はガードしてんだ。小娘の一人や二人ちょろいちょろいってな。でも今の子は確か岡田博士もやっぱり男だな。あんな子に、うん、一目惚れってわけか。え、これだわ。やっぱりこの子にほの字なんだな。何よオルン、お前この子のこと知らんのんか。プリティボンバーハニーちゃんだよ。ハニー、それがどうしたってんだよ。泥棒猫みたいに忍び込みやがってよ。博士ごめんなさい、私ハドソンのユーザーにいち早く新作を紹介しようと思って。それでほうよのう、ようわかる。養鶏のハドソンファンがわしらの新作期待するけえの。そうじゃ、今日は社長に内緒で見せちゃう。わあ嬉しい、博士ありがとう。ちょ、なんだよ、いつも女に酔えんだからよ。ハブテンさんな歌舞伎にも見しちゃるけ。パニックボンバー、これが噂のパニックボンバーね。そうよ、これがハドソンの目玉なんよ。ボンバーマンがものすごいパズルゲームになって登場するんだよ。ゲームはとても簡単。5色のボンバーマンを縦横斜めの同じ色3つ並べて消していくだけ。連続で消せば爆弾が大量に出現。火力アップで大爆発、デカ爆弾で大逆転もあるんだ。今年の年末までにいろんな機種で登場するよ。熱くなるんだよ。
シェルドラド。時空の狭間に浮かぶ世界、オーラの秘跡が眠るという黄金郷シェルドラド。不思議な生物、怪獣たちが住むという幻大陸シェルドラド。何かすごそうなゲームだね。今までのロープレとは違い、エルマップを重視した多段構造マップなんだ。それで美しい世界観を表してるんだよ。一番の見せ所、ジオラマチックバトル。臨場感あふれる巨大サイズのモンスター。プレイヤーに飽きを感じさせない演出。アニメの背景はハードソンの勝利なのだ。年末スーパーファミコンで登場。聖なる光の巫女よ、世界はあなたを待ち望んでいました。聞きなさい、心を失った者たちの滅びへの祈りを。そして行くのです、聖なるオリクスのもと。来るべき明日を光で満たすために。聖夜物語。あのエネドラのイー巡視が命を懸けた壮大なシナリオ。主人公の育ての親を選択し、その性格まで変わってしまうという物語。ゲームに登場するキャラクターも個性派揃い。物語性の薄いロープレに飽き飽きしている君も納得だぜ。PC エンジンスーパー CD ロムロムで年末の発売。隅から隅まで無理だけどいいとこ見せちゃうジビー原人。偽物本物メカ原人。お肉たっぷり大変身。スーパーゲームボーイ対応。10月21日3900円で売っちゃうよ。 PC エンジンスーパー CD ロムロムハイパーウォーズ。メディアワークスの電撃 PC エンジンで連載された読者参加型ゲームを PC エンジンに移植。自分で開発したビーストと呼ばれる戦闘マシンにポイントを上手に配分させ、他の対戦者と戦って勝ち進んでいくゲームなのです。ビーストの開発が重要な要因。結合を何度も行い最強の条件を見つけ出すことによりあなたは勝利を収めるでしょう。 PC エンジンスーパー CD ロムロムハイパーウォーズ、11月の発売を予定。イーター系第三惑星ユーロ。この水と緑に包まれた美しい星に旋律が訪れたのは今から15年前のことである。ブラッドギア。博士、ガーズハルト完成しましたね。ブラッドギアはロボット兵器で戦う SF アクションロープレゲームです。さまざまな兵器を駆使して帝国軍に殺された父の敵を討つために立ち上がったアレフ青年の物語。俺に操縦できるのか。戦闘で得られるお金でアイテムを購入し自分を強化できるのです。よし行くぞ。PC エンジンスーパー CD ロムロムで10月28日発売。定価は6800円を予定しています。桃太郎電撃トーン。お待たせ、ゲームボーイの桃太郎。電撃的に電撃登場。それもそのはずナンバー2。犬キジサルを引き連れてアパッタパッタと鬼退治。変身アイテムキビ団子。そんなものでは体力持たずような彼、桃太郎にはキビ団子。テレビゲームは桃太郎。桃も桃だよ。電撃桃が現れて強い体に大変身。鬼にやられてすっぱんぱん。ほんと身長引き締めて犬キジサルに上髪を隠す桃太郎。年末の発売目指して電撃アクション桃太郎。あ、そうだ、スーパー桃太郎伝説3。スーパーファミコンで出るんだよ。
には100種類以上のカードが使えるんだ。サッカーファンの希望に応えて S リーグ、正義の味方メカバンビー、稼いでバトルのキングバンビー、年末の発売目指して守ったろう。君はゲーム雑誌の情報を見逃すなよ。あ、守ったろう。面白いね。ほんで博士、俺様また試合があるのか。心配せんでもええのんよ。広い王子に内緒で今無事っちゃるけ。カブキ X、 PC エンジンスーパー CD ロムロムアーケードカードで歌舞伎の本格的なアクションゲームが登場。これはまだ開発途中の画面なんだよ。ごめんね。あの風雲歌舞伎伝のキャラクターが暴れ回るんだ。奥にゼアミ、プッシュ藤山、みこし菊五郎、そして証拠にもないマントが復活。さらにさらに面白いキャラクターと奇想天外魔境、はちゃめちゃなマルチシナリオ、ストーリー付きのアクションゲーム。年末までに完成予定。ヒロユージの頭は一体どうなってるの。本当にキって本当はかっこいいのね。まあってか。二度と俺様の命に立つんじゃねえ。なんてポーズの入ってる格闘技で俺様得意の活躍よ。しかしまだタイトルが決まっとらんのよ。年末の発売じゃ言うとるのに。博士、この際、みんなに考えてもらいましょうよ。ええ考えじゃ。この歌舞伎 X、タイトル考えて送ってもらおうか。期待してるぜ、みんな。頼んだぞ。ねえねえ、博士。ところで、例のゲームは？ほうじゃ、ほうじゃ。金彩、金彩。こっちじゃ、こっちじゃ。これが今世間を騒がしよる噂の32ビットマシン FX じゃ。それより早く叫びしてくれよ。早く早く。せっかちじゃのう。ほどにもない。FX バトルヒート。今度はアニメの格闘。これはライブアニメ
ーションシステムといって、プレイヤーが操作する入力をあらかじめ用意されているアニメ素材を瞬間的に再生し、従来の格闘ゲームとは違った視点でプレイできるんだ。通常攻撃、被弾攻撃、必殺攻撃などの大技、かっこいいでしょ。あ、それいいね、うん、コマーシャルみたいに全国の名所旧跡を爆発して歩くっていうのはどうだ。ハニーちゃんの歌入り、ミスタービビって歌だろ、うん、あれ、ハニーちゃんが歌ってんのか。いや、俺てっきり沢口遥かっていうのが歌ってんだと思ったぜ。プリティハニーちゃんは沢口遥かちゃんなんだよね。もう歌舞伎さんたら、私の歌はファンハウスレコードから発売されるの。でも発売前にハイテンキャラボン会場でポイントラリーに参加してくれたみんなに特別にプレゼントしちゃうのよ。さすがハドソン、太っ腹だ。でも私いつもハドソンで悪役なの。いいじゃないの、小悪魔プリティハニーちゃんは人気者なんよ。ところでキャラバン会場来てくれるよね。でもスケジュールの関係で全部の会場には行けないかもしれない。でも私が行く会場では特別にみんなに歌を歌ってあげる。ああ、そりゃ楽しみだ。ところで秋のデジメーション出るんだって。今回のデジメーションはボンバーマンがテーマなのよ。チュン、俺様だってよ。テン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 か。歌舞伎、お前にも今回役があるげなで。うひょ、俺様が主役か。主役だ、主役だぞ。あ、主役だ、主役だ、主役だ。まあ、おっちょこちょいよな。誰も主役じゃ言うとらんのに。まあ、歌舞伎さんたら。CM 全部特別上映。バイハドソン。スーパーボンバーマンが全国を走るハドソン CM キャラバン。北から西から右から左、今までと全く違うボンバーマン。スーパー CM キャラバン、いよいよ敵からも登場。君の街でも買わなきゃハドソン。3月放送、東京名所編。バイハドソン。米出せ、スーパーボンバーマン2。ゴールデンボンバン目指して東京都内で特訓中でい。4月立派にスーパーボンバーマン2。変わんなきゃハドソン。ゴールデンボンバー登場。バイハドソン。ゴールデンボンバー登場。凶悪5人衆を倒すため12ステージ飛び回る4月立派にスーパーボンバーマン2。オイラのボンバー新種と決まず、変わんなきゃハドソン。我はなんぼのもんじゃい。ハドソン。悪いなんぼのもんじゃい。わしらスマホ2やで。ちゃっちゃとこんかい。どんくさかったらインテンバウンド。4月のリッパチ売ったらない。買わなハドソンじゃい。儲かりまっか、ぼちぼちでんがな。バイハドソン。マイバイ、わしらスマホ2ですわ。なにわの街でもドッカンドッカン。スーファミめっちゃおもろいです。4月のリッパチ売ります。四国シリーズ土佐名所編。バイハドソン。死刑が来ちゅうぞ桂浜。わしらスパポン2でよ。みんなでいざってスーパーにすればイノッソン8件ピンクスなよ。今売りやらよ。大手のハドソンじゃきに。伊予は松山愛媛県。バイハドソン。おっちゃん待ってください。わしスパポン2じゃけん、一風呂浴びよったら戦闘じゃ。わしらゴールデンボンバー目指しとるけん、スーパースマポンみんなで
川名ハドソンじゃがな。さぬき香川のこんぴらさん。バイハドソン。天下の瀬戸大橋じゃん。俺らスパポン通なんや。こんぴらさんでタグマッチもええわ。急がるとゴロゴロ言うて、スーパーにスパポンものすごい評判なんや。こうてみまい、ハドソン。沖縄までもはるばると。バイハドソン。はいはい、わたスパポン2で見る。爆弾落ちてフレムンちゃん戦だ。爆弾落としてフラグはスーパーミスパポンチュラカーに。またメンバーリアハドソン。何言ってるかわかるかな。琉球の風。バイハドソン。そしてね、ハドソン、私たち小樽の人よ。バイハドソン。なまら恥ずかしっしょ。かぜてかぜてスパポンツ。ハドソンしてるか。ぼっかけごっこ、なまらもちゃくいっしょ。ゆるくなくても熱波るべ。変わらないよハドソン。まずはここまで食事付き。バイハドソン。これでなくちゃとろいな。わかりました。横から上から斜めから自由に視点が変わるぞ。自由に視点が変わる。お前何やってんだ。決まってんだろ、ハドソンの J リーグスーパーサッカーよ。大丈夫。 J リーグスーパーサッカー。やっぱり買わなきゃハドソンよ。バイハドソン。おお、初の12チーム参戦。すっげースピード。Jリーグはこれでなくっちゃ。とろいな。お、横から上から斜めから自由に視点が選べるぞ。お前何やってんの。ハドソンの J リーグスーパーサッカーよ。お前は。俺はのサッカーゲーム。大丈夫。 J リーグスーパーサッカー。やっぱり買わなきゃハドソンよ。バイハドソン。監督の交代をお知らせします。ナンバラに代わりまして新村。なぜでしょう。あんた交代だよ。私 ID 野球なんですけどね。俺は永遠に不滅よ。ハドソンさん、なんとかなりませんか。ただいま放送中のコマーシャルはスーパーパワーリーグ。これで解決よ。お、いわゆる一つの監督モード付き。何それ。やっぱり買わなきゃハドソンですね。わしは野に咲く月にそうよ。バイハドソン。まだいわゆる一つのフェアプレーで盛り上げましょうよね。お前目には目をとか言ったろ。それはそれじゃ監督はどうでもいいのか。いやだからですね、監督なんて誰でもできると思ってんだろうな。待て待て待て、スーパーパワーリーグ2、今度は監督モード付きでい。おお、パーフェクトですね。いらん、わしはもともと ID 野球だ。これで優勝しますからね。勝手に仕上がれってんだ。やはり買わなきゃハドソンですよ。どうせわしは野に咲く月見そうよ。どうじゃった？これからもハドソンよろしくね。頼んだぞ。君も大きくなったらハドソンで働いてね。おしー